メトロシデロスウンベラータサザンラタは太もも科の樹木。ニュージーランド固有種。高さ15メートル以上、幹の太さは1メートル以上にまでなり、夏に多数の赤い花を咲かせる。禁煙種のノーザンラタとは異なり、着生植物となることは稀である。降水量の多い涼しい地域を好み、南東の西岸で特によく見られ、そこでは蜜はラタハチミツの主原料となっている。 ニュージーランドの無人太もも族の中で最も広く分布している。北島では南位36度以南で局所的に見られる。南東の西側ではより多くなるが東部の大半では見られない。また、スチュアート島や南限となる南位50度過ぎのオークランド諸島でも普通に見られる。花々は黄色で長さ約2センチメートルのおしべがある。 また白や黄色の花が咲くものも知られている。花は通常12月から2月の間に咲くが、それは生息地の条件によって変わる。葉は長さ3から6センチメートルで鋭く尖っている。材は固く密で非常に丈夫である。樹皮は凸凹して剥がれやすく、アステリアかアステリア族の種やタコの木か、ツルアガン族の一種フレシネティアバンクシーのような、 着生植物の根が張るのに理想的な場所になっている。南東西部では主要な蜜源植物となっており、カカやエリマキ蜜水、ニュージーランド蜜水が豊富な蜜を求めて訪れる。絶滅の恐れはないとされるが、北島ではあまり多くなく、オポッサムの食害により、危機に瀕している地域もある。タラルア山脈では、ノーザンラタとの雑種に置き換わっているようである。 美しい樹木であるが、湿った土壌で、理想的な条件でも成長は遅い。新鮮な種からの栽培は容易である。挿し木も可能であるが発根しないことも多い。風や塩分に耐性があり、沿岸部での環境に適している。ありがとうございます。